请问是基于什么想法考虑要制作中文版本的人中之龙三四五？はい、まあゼロで初めて繁体字ハングルとローカライズさせてもらって、で、まあ、そこから極みが出て、まあ、ちょっと順番前後しますけど6、6が出て、で極み2も出て、で、まあ、0、1、2と楽しんでもらったユーザーの皆さんに対して、まあ、その6までの間がスポッと空いてしまっているので、やっぱり、本当に0から龍が如くに触れてファンになっていただいた皆さんに、その間の桐生一馬の物語っていうのをしっかりと体験していただきたくて、まあ、それで今回345を、中文版を開発しようと思いました。史家是通过什么样的渠道或者方法来了解到玩家们的想法？基本的には、購入者アンケートっていうものがあるので、買っていただいたプレイしていただいた皆さんに、まあ、どういうところが面白かったとか、まあ、なんでこのタイトル買ってくれたんですかみたいな、であとはまあ自由なご意見みたいなところも集めています。那么在这个调查文件当中希望推出维新或者剑餐的这两款游戏推出中文版的玩家多吗？まあ、そういう意見もあるはあるんですけど、やっぱりその345のナンバリングをまず出してほしいっていう意見が多いです。能否介绍一下人中之龙三四五发售的一个节奏？まず龍が如く3が、8月の9日に発売になります。4が、2018年の秋に発売予定です。で、最後に5なんですけど、2019年の、春を予定しています。那人中之龙三四五的登场平台是什么？是不是还有登陆其他平台的可能？然后重新发售的作品有什么样的改进？比如在分辨率还有帧数方面？まずこの龍が如く345ですけれども、プレイステーション4で、リリースをいたします。で、他のプラットフォームでは、とりあえず今現状では、予定はありません。で、まあ、今回もともとのものに比べてどんな変わったところがあるかなんですけど、まあ、基本的には、完全に当時のものを、そのまんま、PS4 で遊べるようにするという、作品なので、基本的に上がったものっていうと、ご質問の通り、解像度とフレームレートっていうところになります。既然是重新发售中文作品，那肯定玩家们也会希望一些新的东西。这次有没有一些新增的内容？基本的に追加っていう要素はないんですけれども、変更する箇所っていうのが、まあ数は多くないですけど少しありまして、でまず大きなところで言うと龍が如く3の、キャバクラ城のキャストの7人なんですけれども。当時、ご出演いただいてた7人の、キャバクラ嬢の方とは、再契約が少し難しい状況にありまして、変更せざるを得ないっていうところがありました。なので、今回は、そこの7人のキャバクラ嬢を、新しく変更して、でその7人のうちの2人に、セクシー女優の、畑野由依さんと、桃の木香菜さんの2名に、ご出演をいただくことになっています。基本的には当時の作品をそのまんま、移植という形を取らせてもらっているんですけれども、先ほども申し上げた通り、声優さんだったり、楽曲だったり、タイアップしている企業さんだったり、いろんなもの、当時契約されてたものをやっぱり再契約を結ぶ必要があって、で基本的にほぼほぼまんま再現ができてはいるんですけれども、どうしてもその契約上再契約が難しいものに関しては変更をかけるということにしています。那么世嘉对345是不是会有销售目标的预期可以透露？この作品ってやっぱりその冒頭に言った通りで、そのゼロからファンになってもらった人たち、ファンの方々に遊んでもらいたいなっていうところがあるので、やっぱりそのゼロだったり極み1だったりを買ってファンになってくれた人の 40% から 50% ぐらい遊んでもらえるといいなって思ってます。まあ、数字は明言しませんけど。
为什么没有像《人中之龙极二》那样使用《人中之龙六》的引擎来重置这些作品？なるほど。まあ確かに極み2という作品が出て、それは最新のドラゴンエンジンを使った作品だったので、まあ、その後に出る作品ですから、当然その極み2エンジンで、あ、極み2エンジンじゃないや、6のエンジンで、開発してほしいなっていうファンの皆さんの気持ちは、理解はできます。僕らが初めて龍が如くという作品を正式にローカライズをしてリリースさせていただいたのはゼロからですよね。でゼロの後にやっぱりその龍が如くシリーズをどんどんアジア圏の皆さんに楽しんでもらいたいと思った時に、やっぱり1作目の作品を、プレイしていただくべきだろうと思って、やっぱり当時はでも1の作品ってプレイステーション2の作品でしたから、全然もうね、なんていうのかな、ゲームのクオリティとしては PS2 レベルのものしかなかったので、やっぱりゼロから入っていただいたファンの方々を満足させるために、1をやるにはフルリメイクという形が最適だと思ったので、まず極みはフルリメイクをしました。で、同じ理由でやっぱり2も、新たに、アジアの皆さんにお届けするにあたっては、やっぱり、極みの1と同様にフルリメイクするべきだと、2も PS2 時代の作品ですから、まあ、そう思ったんですけど、やっぱりその時にすでにエンジンの交代っていうのがあって、やっぱり極み2って、極みって日本語でやっぱり極めるっていう、その最上級を目指すっていうところなので、やっぱり極みと歌う以上は今最高のエンジンで出すべきだと思って、極み2は6のエンジンを採用しました。で、まあ、当然そのこれから3,4,5という作品を出すにあたっては、6のエンジン、ドラゴンエンジンを期待されるとは思うんですけれども、まあ3からあとは PS3 時代の作品なので、まあ、グラフィックもすでに HD 化したものになってますし、で僕らもやっぱりそのもちろん3,4,5をいい形で皆さんに、アジアの皆さんにちゃんとローカライズしてお届けしたい気持ちはあるはあるんですけど、これを全て極みでフルリメイクしていると、極みっていう作品はもうやっぱり本当に一から全部作り直さなきゃいけない作品なので、それをやってると僕ら昔の作品をリメイクばっかりしなきゃいけなくなっちゃうんですね。でもやっぱり龍が如くスタジオとしてその昔の作品をリメイクして出すばっかりをやるわけではなくて、僕らはやっぱりその新しい作品を作って、やっぱり新しい作品を皆さんに遊んでいただきたいっていう気持ちの方が強いので、やっぱり3、4、5に関して言えばすでに HD 化されているところもあるので、当時のまま移植という形を選択させてもらいました。所以现在其实还是有同学在做新もちろん新作開発してますよ。詳しいことは言えないですけど。那还不会会不会再配合345推出而出一些新的衍生周边产品？はい。今のところは予定はないんですけど、何かいいアイデアがあれば検討したいと思います。这个问题也是有很多国内玩家在问，就是有没有可能出《人中之龙》的系列故事小说中文版？哦，これはセガとしてはないですね。ひょっとしてなんかその出版系の方から提案とか、出版系の企業さんから提案があれば、まあ小説に限らず映画だったり漫画だったりっていう展開っていうのは全然あるとは思うんですけど、今のところセガで小説を出すという可能性というか検討は全然してないですね。でもこれを質問されるってことは、なんか逆にやればビジネスになるのにみたいなことなんでしょうか。因为中国其实现在有很多就是喜欢包括日本的轻小说，包括二次元的方面的小说的读者，然后很多人也会可以很方便的，比如说我到日本去旅游，去接触到日本的很多作品。其实如果说推出中文版小说的话，我觉得会有很多人愿意买。ですって。なるほど、ありがとうございます。这是佐藤先生第一次来北京。はい、北京は初めてです。那对北京的印象？
なんか僕中国って本当に18年前ぐらいに上海に一度行ったぐらい、まああとはその香港ぐらいしかないんですけど、なんていうのかな、その当時、今の上海ってもっとすごい、テレビで見てる限りはすごい高層ビルがいっぱいバンバン建って、すごい大都会みたいなイメージ、ちょっと東京に似たイメージなんですけど、北京はなんかのどかな感じがしますね。少し先ほどもね、下で話してましたけど、ちょっとまあ上海が東京だとするんだったら、北京は京都っぽいのかな、日本で言うと、みたいな。有没有可能考虑把中国的一些城市作为游戏里边的场景来开发？そうか。いや、海外を舞台にしないんですかっていう問いかけっていうか質問みたいなのってよくされるはされるんですね。で、僕らも全然考えないわけじゃなくて考えたりはするんですけど、まあストーリー上そこに行く必然性とか、まあ今までだったら桐生一馬ですけど、今度新しい新龍が如くっていうプロジェクトだと春日一番っていう主人公なんですけど、その主人公が例えば、北京だったり上海だったりっていうところに行く、なんか必然性のあるお話で、それがしかも面白いっていうものであれば、全然その海外が舞台ってことも僕らは、考えていきたいとは思います。那如果说把自己放到游戏当中，就整个系列当中，那他觉得哪个角色最想或者最喜欢呢？やっぱりね、なんかなんだかんだ言って僕キリュウカズマが好きなんですよね。どうしても結構な年だから古い人間なんで、でキリュウカズマってすごく古いタイプの日本の極道のなんか正義感を持ったタイプだと思うんですよね。そう、なんかね、寡黙で、でも強くて筋が通ってるみたいな、このなんか昔の高倉健の映画みたいな、そういう古臭いんですけど男としてのかっこよさ、男が憧れる男みたいな、そういうところを桐生一馬は持ってると思うので、まあ、僕はやっぱりどうしても桐生一馬になっちゃいますね。はい、皆さんこんにちは、龍が如くシリーズプロデューサーの、佐藤大輔です。今回ですね、龍が如く、3、4、5、プレイステーション4で反対時ローカライズをして、リリースさせていただくことになりました。龍が如くゼロ以降ですね、龍が如くファンになっていただいた皆様に、ぜひ桐生一馬の物語を、楽しんでいただきたいと思っておりますので、ぜひ応援よろしくお願いいたします。